アプデの制作も頑張ってるメメリスちゃん RPG、ハージマールよ。ということで今回は、私たちが制作した同人ゲーム、メメリスちゃんのエッチな RPG の新曲をお知らせします。メメリスちゃん RPG が販売開始してもう3ヶ月。時間の流れの速さに驚きしかない。急いで作業しないと。ということで追加シナリオの方制作中です。追加シナリオはゲームクリア後、後日談となります。あ、うちとやろうや。お話としては、ダンジョンの探索を終えて帰ってきた僕たちは、お家でゴロゴロ過ごす予定だったけど、根本的なリボ払い返済という問題が、一切解決していなかったのでギルドの依頼を受けてお金を稼ぐことにしました。そんなギルドの依頼でやってきたのはこの廃墟。どうやら幽霊が出没し、冒険者が襲われる報告もあるとのこと。この廃墟を探索し、幽霊問題を解決するのが今回のお話だね。今回はセクハラ回想からの段階を経て本番を迎えるシナリオとなっています。まずはパンチラ、そこからぶっかけ、お胸を揉みしだき、手マンでほぐす。そして最後はグヘヘ。というハッピーセットだ。しかも僕とティーナちゃん、個別に CG を用意してるぜ。嬉しいダルルを。プレイした方のご意見で、もう少しセクハラシチも欲しいとのことでしたので、こちらの流れを採用させていただきました。幽霊という物理が効かない相手に一方的にお触りされるの。いいよね。そそるぜ。これは。基本 CG も5、6枚増えて回想シーン8シーンぐらい増える予定です。追加 CG はすべて、メインで担当してくれてる森野さんが書いてくれます。正直これが無料アプデなのはかなりの出血サービスなので、まだメメリスちゃん RPG を買ってない兄貴はぜひ購入してもらえると嬉しいです。あと感想とかファンアートは毎秒待ってますので送ってください何でもしますから。それと嬉しいことにスマホ版の売れ行きも好調で、Android 版は7500本、iOS 版は3000本を突破できました。PL サイトにおける有料販売 iOS 版が3000を突破できたのはメメリスちゃん RPG が初です。スマホでも遊べるセクシーメメリスで申し訳ない。あと以前伝えてたコミカライズ企画も順調に制作が進んでます。7月ぐらいにリリースできたらいいな。こっちも発売日が決まったら告知します。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。では、サラダバー。